はい、こんばんは。2020年、4月1日、2020年度に初めての日の、最初の桜学校の、です。2020年が、皆さんにとって、そして私たちにとって良き世の中となる、今の危機を出して良き世の中となるように願っております。それでは、本日は、数学は方程式の、文章題の続きということをやりたいと思います。文章題の続きということで、今日のテーマは、面積図か方程式かということで、具体的な素材としては濃度水溶液量溶質量の問題、食塩水が素材となっていることが多いので食塩水問題というふうに通称することもあります。それでは、まずこれは違うの、一次方程式の文章題のタイプとしてどういうものがあるかということをちょっと整理しておくと、合計金額問題、あるものとプリンとゼリーを、プリンを何個ゼリーを何個合わせて買ったらいくらだったという、そのプリンは何個かゼリーは何個かというの問題ですね。で、拡足問題、ある鉛筆を、10人で分けたら 3つ余り、8人で分けたら何個、その足りなかったみたいな、問題です。で、昨日やりました速度時間距離の問題、そして本日この食塩水の濃度問題をやります。で、あと当たり口問題というのがあります。さて、それでは、昨日やった、面積、速さ時間距離の問題は、この弾きというようなこのバス停みたいな図を書いて計算をするとよろしいという話を昨日いたしました。さて、それでまず、これは理科の方で学ぶことの基本を数学でも使うわけですけど、溶液、溶質ですね、溶けるもの溶質と溶媒、水を合わせて食塩水ができると。で、その時に、溶液の中に入っている溶質の濃度、溶媒と溶質を合わせたものの濃度が、溶パーセント濃度というふうに言うということですね。さて、それで、ここ実は非常に面白いというか、日本の数学教育の中で非常に特徴的な話がある と思うんですけど、もともと日本には和算という、流れがありました。日本独特の算数の世界があったんですね。で、そこでは結構図形的な発想を、重視しまして、これが実は、面積図とか線分図の発想につながっていきます。で、簡単に言うと、首都圏、その場所にもよるんですけど、首都圏では約、1割から2割の、小学生が中学受験をします。そして、残り、8から9割の、小学生がそのまま、公立中学に行って高校受験をするということになります。で、この中学受験と高校受験の差異の問題はいろいろ社会的な問題、深い問題があるんですが、今日はちょっとそこら辺は、そこ保留しまして、実は簡単に言うと、その面積図線分図をやる方法が中学受験でやるやり方なんですね。そしてそういう発想はあまりせずに、中学に行って方程式を学んで、それで高校大学受験に行くのが、公立に行く方の流れです。それで、この発想ですね、この発想は実は中学受験でやる発想なんで、私は主に公立高校入試の対策を船橋の中学生とかにしてきたんですが、いろいろその頼まれて、中学受験の家庭教師はやったこともありまして、そうすると高校入試対策としての、公立中学に行った子どもたちの公立高校入試対策の内容と、中学受験の小学生に教える内容が、やり方が違ってるということを、痛感しております。それで、この前、昨日やった問題ですね、分速60メートルで歩き、その後分速180メートルの自転車で乗り、20分で3キロ先の
町に着いたらその歩いた距離はちょっと昨日数若干変えてますけど、でこれを方程式で解くとこの x が歩いたということを書いて、まあ、歩いた距離、自転車の距離をこの x を置いて方程式を立てるんですね。でこれ中学で学ぶんです。じゃあ、中学受験をする小学生は x を使わないと、方程式を使わない。どうやってやるかというと、分速60メートルと、まあ、あのこれですね、まあ、分速180メートルの自転車を面積のように書きまして、この、図を書いてるんですね。それぞれ何分、その歩いた時間の方を、横幅にして書きます。そして、3キロ、行ったと、3キロメートル先まで歩いたということを、その この自転車の部分で平均速度が出るんです。平均速度これから出るんですけど、その平均速度を調べるような形で面積で示すことで解いていくんですね。ちょっとこれ後で具体的に問題でありますので、まあイメージとしてこういう面積図で解くという方法があります。それで実はこの食塩水の問題は公立高校入試ではあまり出されません。というのは、溶液濃度を学ぶのが理科で中2だったかな、ということで方程式を学ぶ方が、ちょっと先になってしまうんですね。だからカリキュラム上その、濃度の問題というのを取り扱いにくいんです、公立中学の流れの中では。でということで実はむしろ中学受験で好まれるテーマでありますが、まあこれはいずれにその進路を取ったにしろ、まあ結局大学入試においては、両方とも同じような試験を受ける形になりますので、発想としては、両方持っていた方がいいということをやります。それでまず これが方程式で解くやり方の基本です。で昨日はじきという、速度についてはじきということをやりましたけど、同じようなバス停の記号を食塩水について導入します。食塩水の濃度をここに書きますね。ここが昨日で言うと速度だった話ですね。でここに水溶液量を書きます。でそれを書き合わせたものが溶質量ですねになります。でこれを私は、これ私の独特の、名付けなんですが、濃水晶と、昨日はじきと言った濃水晶、まあ、農水省と農林水産省の略称で、農水省、濃度、水溶液量、省というのはちょっと苦しいんですけど、塩という意味です。ということにすると、はじきと同じような計算ができるということですね。さて、それでは、この方程式の、まあ、解き方、方程式としてのこのバス停を使いながらの解き方で言っていきますと、まずパーセントについては100分の何々とする必要があります。そうすると 5% の食塩水というのは100分の5ですね。で 300g、 これが水溶液量ですから300で、これを掛け合わせるとこの中に溶けていた塩の食塩の量が出てきます。で同様に次に 12% の食塩水を加えると100分の12で xg、 何 g かということが、これは分かんないので、これ x と置きます。そうすると100分の 12x で、そうするとここの合わせた溶液が出てくるはずだと。で溶液の濃度は 10%、 100分の10ですね。でそして溶液の量はこの300と x を足しましたので 300x になります。でそうするとこれとこれをかけたものが新しい溶液、合わせた溶液の量に中の溶質量になります。食塩の量になりますのでこうなります。でそうするとここに式ができてるんですね。でここの式を立ててこれに、まあ、100倍したりして計算していくと750というふうに出るという発想ですね。さてそれでは同じ発想を面積図でやってみるとどうなるかというと、平均 10% になるということですね。平均 10% になると、で縦軸に、パーセントを書きます、パーセントを書きます。で横軸に、溶質量、溶質じゃなくて溶液量を書くんですね。で、これ 300g でこっち分からないので x グラム
としておきます。これはまあ中学的に言うと、X は使わないので四角グラムとか書くといいと思うんですね。四角グラムと。でそうすると、おしなべって2つ合わせて 10% になるので、2つ合計するとこうなるはずだと。そうすると、ここの濃度不足分を、ここの10から 12% 余った分が補填するはずだということで、こうなります。で、この青い面積がこのオレンジの面積に移行するという形ですね。で、そうすると、この、まあこれ X を使ってますけど、まあ中学、あの小学生では 2× 四角という表現すると思うんですけど、2四角イコール 300×5 ということで、四角が750というふうに計算できます。まあいずれにしてもどちらの方法でも計算はできるはずなんですね。ただ、これ鮮やかですね。この面積図の解き方というのは、火をうまく使った鮮やかな解き方で発想法として、まあ、頭の柔軟性を増すには、まあ、ある意味ではいいので、それで中学受験でよく使われていると思うんですが、実は、長いスパンで見ると方程式の方が実はいいんですね。方程式というのはいかなる場合でも X と分かんないものを X と置いて文章の条件を次々に式を立てていけばどんなパターンでも解けるんです、まあ、基本的には。でもこの小学生、まあ、中学受験で使うこういうのはパターンごとにやり方をそれぞれ抑えなきゃいけないというのがありまして、むしろ煩雑でここで悩む子が多いですね。だから私は中学受験の家庭教師をした時にはそのいわゆる塾で学ぶいろんな何々算という何パターンかも10パターンぐらいあるんですが、それをもう置いといて、この方程式の理論を教えて、で方程式を理解してもらって、方程式で解くように、しました。まあ受かりましたけど、まあそういう形で、まあ、小学生でも丁寧にやれば方程式のやり方でも解けると思います。それはまあどっちで解いてもいいので、まあやり方し、その個々人の、まあ相方次第だと思うんですが、まあそれではちょっと余談になりましたけど、まあ方程式で解くやり方がその後も通用するので、方程式での発想法を、少しやってみたいと思います。素材は中学受験の問題ですね。2015年の独協中学の問題でやってみたいと思います。ある容器に食塩水が 250g 入っていると、ここに 6% の食塩水を 150g 入れてよくかき混ぜたところ 5% の食塩水になったと、初めに容器が入ってたのは何 % の食塩水かということですね。まあある容器に食塩水が入ってて 5% と混ぜたら、まあ6% と混ぜを入れたら 5% になったということですね。つまり最初の容器は 5% に低かったはずですね。 5% に低いものと 5% に高い 6% を、混ぜて、5% になったわけですから。さてでこれを方程式で解いてみたいと思います。じゃあまず方程式の発想はどうするかということで、もう一回立ち上ります。この濃水ですね。濃度、水溶液量、そして、その中に溶け込んでいる溶質量、塩の量というバス停を2つ足して、結果の、なんていうかな、合わせた、新しい溶液のでも同じバス停を書いてみるという形を発想しています。それではどうなるかという。戻ってしまってるな、これだ。ごめんなさい、これですね。はい。じゃあ、YouTube を見てる人はここで止めて、自分なりにバス停を考えてからやってみてください。それじゃあ、いきますね。まず、はい、バス停、2つの溶液を合わせて合計の溶液になるので、バス停を3つ書きます。これとこれを足すとこれになるということですね。で、ここが濃度、水溶液量、小、濃度、水溶液量、その中に溶け込んでる塩の量だと。いうことをまず認識しておきます。それに次にここの問題文に現れている条件を分かるところ全部書き込みます。はい、まずこれが初めに容器に入ってたとこれが分かんないから X と置きます。100分の X とで 250g ですね。
で一応この文章に合わせてるものを全部このバス停で分かるところに書きます。でこれ100分の 6% で 150g、 そしてここですね、100分の 5% になるはずだと。でその次にこうバス停というのはこの2つが分かると残り1つが分かる仕組みになってますので、それをやっていきます。でそうするとこことここを掛け算したものがこれですので、100分の x×250 で2分の 5x になります。ここはでここは100分の 6×150 ですので、こう掛けると9になります。これと掛けると9で、ここなんですが、実は水は水溶液量は2つの水溶液を足せばその水溶液量がこの合計値になるので、250の水溶液と150の水溶液を足したら400になる。ここに気づいてほしいんです。400で、そうするとここ100分の 5×400 ですので20ということが分かります。でそうすると実はこのバス停3つを並べて書くと、一番上のところですね、ところにもう式ができてるんですね。2分の 5x 足す9イコール20です。で、これを式に置きます。そして両辺を2倍して 5x 足す18イコール40。で、18をこっちに移行して40マイナス18。5x イコール22。で、x が 4.4 ということになります。はい。まあ、慣れてくると、このバス停のやり方って非常に便利で、条件をこう入れていけば残り空白が分かって、空白を埋めていくうちにここに式が立ってるという形ですので、これ実は私が考えた方法のはずです。これはこのバス停のこのね、これ自身は、まあ、有名でどこでも使ってるんですけど、このバス停を足して矢印でこういうふうにやるやり方は、まあ、先に考えてる人がいるかもしれませんけど、今のところ私が見てる範囲では、まあ、ちょっとオリジナルで考えさせていただいたつもりであります。さて、それでは、面積図で解くやり方を最後にやってみましょう。はい、面積図で解くと実は、まあ、こういうことですね。さっきも出てきましたけど、平均5になると2つ合わせて、でそして最初250のものがここ何パーセントか分かんないんだけど 5% あったと。でそれが 150g のものが 6% あったと。でそれが押しなべて平均化するから、ここの余った部分 5% の余った1の部分をこっちに移行すればいいということで、この青い面積がこっちのオレンジの面積に移ればいいんですね。それで250と150というのを比に直すと5対3です。5対3、つまりこの長方形3×これ1ですね、 3×1 の3の面積がこちらの 5× これになればいいと。そうするとこれ 0.6 です。でここが 0.6 と分かると 4.4 ですね。はい、面積図を使った方が非常に、まあ、鮮やかに解けますね。解けるので、まあ、面積図も便利なんですが、方程式の方が潰しが効くというか、ということで、まあでも両方のやり方を知っておくと、まあそれぞれに応じてできたりしますので、面白いかなというふうに思います。はい、それでは、前半の方程式の文章題のバージョンはこれで、これにいたしまして、明日は同じ方程式の文章題で残っている当たりくじと、それから過不足問題をやりたいというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。